元宝塚歌劇団雪組トップ娘役の俳優、朝月のぞみわが、体調不良のため、出演中だった、ミュージカル、王様と私、東京、日生劇場、4月9日から30日を休演する、ことが26日、発表された。東方演劇の公式サイトでは、出演を予定しておりました、タプティム役の朝月のぞみわは、体調不良のため、当面の間休演させていただきますと伝え、代役は、タプティム役を、伊藤かの子、アンサンブルを、ゆいあんなが務めるとした。